さいました？少し暑いな、寝苦しい。ちょっと開けましょうか。はあ、いい風だ。水を一杯くらい。はい。しました、あなた。イルカの首が盗まれていますぞ。やはりそうですか。この前の選挙前後の度重なる事件、イルカの首を使った下法と睨んでいましたが。でも一体誰が、何のために。わかりません。ただイルカの首が盗まれただけでなく、首塚まで崩されたということは何か暗示めいたものを感じます。それに、かなり厄介な事件に巻き込まれたようですな。お一人で大丈夫ですかな。ええ、今力強い仲間がこちらに向かっています。心配かけて乗り遅れたかと思ったわ。ごめんごめん、しーちゃん、選ぶのに迷っちゃってさ。どれ？みんな同じでいいじゃん、と言いながらしっかり選ぶやつもいる。おごり。礼も言わないやつもいる。まあまあ、奈良に着いたらどうせ別行動なんだから。それそれ、なんで奈良の学校に転校しなきゃならないのよ。初仕事初仕事。でもね、舞ちゃん、私おばあちゃんが我々近江一族の仕事をお前たちに委ねるって言い切った時、背筋にカッと熱いものが走ったんだ。実は私もそうなんだ。やっぱり近江家の血ってやつかしら。覚醒遺伝の宿命だね、しーちゃん。頑張ろう。マイちゃん、
の中から朱雀門跡が見えるって。どうしたの？何か変な気の乱れを感じるの。気の乱れ？あ、しーちゃん、ほらあそこ。土雲か。怪しげなものが動き出しました。扇一族か。わかりません。袖口に針を隠し持つ男でした。男？闇のシグルトと呼ばれている男です。シグルト？正統陰陽道呪詛返しの使い手。神の計画は予定通りに進んでよ。邪魔者は即除け。たとえ母のぬくもりに未練があろうとも気を抜くでない。私とて楽しむ余裕は欲しい。日々の苦しみ、母に味合わせてやります。学校終わったら、池田議員の家へ回ってくれ。通夜は7時からだ。お迎えの時間は？バスで20分ほどだ。タクシーなら15分。待ち合わせ時間を気にすることはない。あのね、舞ちゃん。俺は内閣調査室の指令で動いているだけだ。それ以上でもそれ以下でもない。じゃあここはよろしく。あっ、ちくしょう、なんて感じ悪いんだ。まあまあ、おばあちゃんの顔に免じて、ここは心を大きく持っていこう。どうしたの、しーちゃん。油断しないようにね、舞ちゃん。今、大木姉妹を二条高校へ送りました。クラスの手配はどうなってる？池田議員の息子と同じクラスになるように手配済みです。一応校長には前もってざっと説明はしておきましたけれど、やはりまともに信用したようには見えませんでしたよ。当の私だってまだ疑っているんですから。銃殺なんて。事実は事実として直視しようじゃないか。それは分かってますけど、まあ連続する学校の方の奇怪な事件事故はあの二人に任せることとして、私は池田議員の家へ向かいます。もっとも銃殺の手がかりなんて私には分からないと思いますがね。そのために君の手助けをする男、剣持君を先に行かせてやる。君も知ってるだろう。剣持、名前だけは聞いたことがあります。闇のシグルトとかいう、あんまりいい噂は聞きませんけどね。彼と一緒に今回の事件を手掛けてくれたまえ。命令ですか？命令だ。わかりました。アホらしい。あ、うちが何した言うの？おや、小林が口答えしよった。ほんまや、タメ口叩きよった。その面がムカつくんや。ひどいところね。邪霊がうようよいるわ。なんやお前ら。私たち今日からこの学校に転校してきたの。ふーん、転校生かいな。ほならこの学校の挨拶教えたるか。ちょっと待ってよ。あんたたちがその子を見るとなんでムカムカするのか教えてあげに来たんだから。転校生の分際であんまり出しゃばった真似はしんとき。あのね、私たちはね。無駄よ舞ちゃん。一つだけ忠告しておくわ。この人についてるものをムカムカと感じさせる因縁霊があなたたちみんなについてるわよ。特にあなた。右肩におできがあるようなら要注意ね。もっとも私たちの言うことを信じるならばの話だけど。ちいちゃん、行こう。ええ。何アホなこと言うてんねや。調子狂うわ。ほんまや。ありがとうございました。ちょっとしーちゃん、どうしちゃったの？らしくない態度じゃない。あの子たちほっといていいの？キリがないわ。大元を叩かなきゃ。それに
君たち、その旧校舎に近づくんじゃない。埼玉から転校してきました扇翔子です。どうぞよろしく。はじめまして、扇舞子と言います。前の学校では体育以外はオール3で、食欲旺盛で天真爛漫なことだけが取り柄です。池田扇、遅刻しました。申し訳ありません。おい池田、今日お父さんのお通夜やろ。気引きしてええんやで。いえ構いません。そうか。じゃ今朝のホームルームはここまでや。先生、私の席は。おお、すまん。そうやな。思ったよりひどいのはいないみたいね。あの子、式条例がついてる。池田君、葬儀がどうこうって言ってたけど、変死した議員の息子ってあの子ね。ちょっと虫に刺されたみたい。あんまり書かない方がいいよ。うん。舞ちゃん、しーちゃん。なんや、お前と同じセーラー服着とるけど。私たち双子なんだ。どっちも美人でしょ。お前よりそっちの方がいいわ。なんで。おこわ。今度そういう差別つけたらただじゃおかないぞ。もう傷ついちゃうな。ところでどう、そっちのクラス。ほら、あの変死した議員の息子っていうのがうちのクラスにいたわ。今朝旧校舎で会った子。ちょっと目を離せない存在ね。でしーちゃんのクラスは。雑多な気の集まりで、それほど気に留めることはないけど。何あの男の子。式条例をつけてるのよ。気にしないで。それより気になるのは。どうしたん涼子。元気ないけど具合悪いんか。うん、別に。はあ、はあ、あの転校生が言うとったこと気にしてんのか。まさかほんまに右肩におできがあるんとちゃうか。ほっといてんか。何もマジにならんかてええやろ。転校生が目立ちたい一心で考えた出まかせやん。行こう行こう。気に乗ったら来いや。さっき言っとるで。だんだん強くなってくるわ。しーちゃん、
すごい、私にも見えるわ。奈良時代の霊よ。1300年も前の霊があれほど強い力を放っているなんて。浄化させるのは手間がかかりそうで、とりあえずあの霊を封じ込めるわよ。オッケー。カルラ天地の書、少女。条例はおばあちゃんに送って任しちゃおうね。舞ちゃん、こんな風に一人一人つきもの落としをやってたらきりないわ。なんでこんなになっちゃったのか大元を突き止めないと。あ、聞いてもわかんないね。おっといけない。じゃあまた後でね、しーちゃん。間に合った。どうしたん、扇さん。別に。あれ、まだかゆいの収まんないの？うん。よう、君、昼休み暇やろ。わいら学校案内したるわ。ありがとう。でも先約があるから。なんや、小林なんぞとつきおってると寝まで真っ暗になるで。なんやその態度は。やめな。なしてや。ちっとばかし借りがあってな。急行車に鬼火。言ったはずだ。この急行車には近づくな。あら、転校生には優しくするものよ。この忠告が俺の優しさなんでね。今朝先生に暗示をかけたみたいにやったら。あの暗示、呪術まがいのものでしょう。池田君、この学校に巣くっている化け物見えるの？お前にも見えるのか。全然見えない。池田君、この急行車好きなようだけど何かあるの？ああ、この先の教室にな。さあ、悪いことは言わないから。あ、どこどこ。おい、1ヶ月ぐらい前、うちらがここのトイレで矢に食ってた時、小林が来たんや。それからや、この学校に変なことが起き始めたん。1ヶ月前。わかったわ。ちょっと見てくるから、教室に戻ってて。お兄さん。大丈夫。まずは鬼火の見えた3階から行ってみよう。
面回避でみい。やかましは。そしたらあの二人、私らに従わせて月紋を落とさせたらええんや。ええ加減にせえや。腕づくで止めたろか。おもろいやないけ。二人やるも三人やるも大差あらへんわ。何やって。転校生やるんやろ。混ぜてくれや。奈良時代の霊だわ。どうしてあんな強烈な奴が間近に来るまで気がつかないなんて。やっぱりこの校舎、何かの特殊な結界の中。早くここから出なきゃ。ああ、来やったぜ翔子。ここで何やってんの。早くここから逃げて。化け物が来るわ。何から逃げろやて。化け物なんてどこにもいてへんぞ。逃げないと。綺麗な肌やな。ほら色がき、次が待ってるんやで。手離してよ、リンが結べない。怖い顔は似合わんて。逃げて。やってまえ。ゆらと震え、皮膚に酔いつむ七夜ごと、震えゆらゆら、ゆらゆらと震え、皮膚に酔いつむ七夜ごと、震えゆら、舞ちゃん、ゆらゆらと震え。オンアボキャベロシャナウマカボタラマニハンドバジンパラハラハリタヤ。終わったの？終わった。どうもこの部屋に惹かれて霊が集まってきているようなんだ。それで毎日ここに来て沈めているんだけど、俺の手に負えないのや。雑多な霊が学校中に散らばってるんだ。この学校がこんな風になった原因は分かってるの？いや、とにかくここの霊を抑えるのに精一杯だった。あなたの家にかかっている呪縛も解かなきゃならないし。そんなことまで知ってるのか。まあね。舞ちゃん、舞ちゃん、しーちゃん。やくこと、震えゆらゆら、ゆらゆらと震え。しんちゃん、早く上。我は大地の輪になるぞ。しーちゃん、海牛くん、
わらわは王子のワニである。守ってくれたのね、ありがとう。わらわは王子、人に仕える定めを持ちたる怨霊、何なりとご命令を。あなたが仕えなければならなかったのは昔のこと、今あなたは自由なのよ。安らかに浄化しなさい。できぬ、わらわは血塗られている。人を殺めるための王子とされ、もはや浄化できぬ。呼び覚まされし上は務めを果たさねばならぬ。あなたを呼び覚ましたのは誰？大君神吾。大君神吾、それは誰？しーちゃん、分かったわ。今は無理なのね。王子の輪に戻りなさい。しーちゃん、みんな保健室に連れて行かなきゃ。しーちゃん、カルラ像か。ごめんね池田君、早退してまで付き合わしちゃって。いや気にするなよ、あんなことがあった後だ、気持ちはわかるよ。それよりさっき君が言った鬼火のこと、今まで何度も現れてるんだ。それも1ヶ月ぐらい前から。1ヶ月前？ああ、ちょうどその頃学校の授業でも大火の改心のところに入ったところだった。それ以来あの旧校舎を中心に奈良時代の霊がさまよい出てきた感じがする。たかが学校の授業で霊がさまよい出てきたんじゃ歴史の授業なんてできないわ。舞ちゃん、池田君、何か気になることがあるんでしょ？たまたま大火の改心の授業が霊を呼び寄せたんじゃなくて。奈良時代の霊、大火の改心とくれば中富の鎌足り、蘇我のイルカ。そういえば春日大社はイルカの霊を鎮めた藤原氏の社だもんね。君らのカルラ像のある興福寺も藤原氏の寺だよ。あら、しーちゃん。こんなところでパフォーマンスしたって見る人いないのに。舞ちゃん、あれはウホって言ってね、ああやって大地の霊を踏み清めて聖なる結界を作るの。元は平安朝で絶大な威力を誇った陰陽師阿部の生命がよくやった変梅の儀なのよ。ウホならウホって言ってよ。霊が見えない私にとっちゃ一見ただのパフォーマンス男にしか見えないの。なんだ、同業者か。分かってんの？ごめん池田くん。いや、君たちが羨ましいよ。え？いや別に、この奈良の霊的異変に何かせずにいられないのは僕だけじゃないってことさ。池田くん、あなたのお父さん。ああ分かってる、あれは確かに邪法を使った呪殺だ。犯人も分かってる。え？俺の兄だ。え？池田藩も気の毒にの、あんなむごい死に方しはって。まったくや、これじゃ奥さんもああなっちまうの無理やないで。まるで正気を吸い取られたようや。ちょっと噂で聞いたんやが、あの奥さん目かけ上がりだってな。へえ、そうなんか。やっと妻の座に落ち着いて、これから政界の貴婦人という夢もパーか。
そういえば池田藩の一派と息のかかった連中、ここのところ五難続きやな。スキャンダルやら事故やら原因不明の病気やらで、そのおかげで対立派の保坂が好き放題や。奈良を日本の中心にする言うて鼻息荒いけど、やってること言うたら観光名所作り、建設会社狩りの考えそうなこっちゃ。新奈良時代の構想が施策も復元計画か。おい見ろよ、噂の男保坂議員だ。死に方や、兄さん毒盛られたんとちゃうやろか。遺産目当てやろ、目かけ上がりな。もしわしら親戚から出した方がええな、仏も浮かばれんやろ。せや、まなみはん、依存ないやろな。あまりうまくいっている家系ではなさそうですね。旦那がいなくなれば、妻といえど、所詮他人さ。血族の争いほど、醜いものはありません。分かったような口を聞くな。幼い頃、扇の婆様に教わりました。血族のあり方を。魔法使いの婆さんが解きそうなことだ。そうだ。忘れないうちに渡しておきます。なんだこれは。ご報道時です。何かあってからでは遅いですからね。俺にとっちゃただのマスコットだね。マスコットはいざって時、命を救ってくれないぜ。1ドル銀貨だと思って持っててください。どう感じる？かすかだけど。いつ発動してもおかしくない不安定な状態だ。切れ期日の結界は未だ解かれていない。次は俺か母さんか。池田くん。おお、遅かったな。どうだい、技術とやらの手がかりはつかめたかい？あなたもトゲがあるな。はあ、春日大社のパフォーマンス。舞ちゃん。あの、失礼ですが。池田議員の息子さんですね。私、内閣調査室の錦織です。今回のお父さんの死亡にちょっと不審な点があるので、今そこにいる扇姉妹と調べさせてもらってます。扇？扇の婆様のお孫さん、すると教師様もこちらに。いえ、祖母は隠居しました。跡目は私たちが。そうですか。あ、申し遅れました。御名寺の剣持ちです。よろしく。ああ、おばあちゃんからよく話を聞きます。闇のしぐれと邪法を使う悪い奴をやっつける正義のヒーロー。いや、照れるな。ちっともらしくないわ。バカ話はそれくらいにしてもらおうか。時間がもったいないんでね。奥さん、ちょっとよろしいですか。私の調査によると、池田議員は平城京復興計画、特に朱雀門再建工事に反対していた急先鋒ということですが、このところ度重なる池田議員一派の不幸な事件、それらを見るとどうも朱雀門復興の推進派の仕業と考えてみてよいと思います。細菌性の毒物か何かで池田議員を。違いますね。何？明らかに手の込んだ自殺です。よほど恨みが深いと見える。全てはおろくが語ってましたよ。剣持君、もっと現実認識というものを。現実を見ているから意見するんです。おそらく亀裂の呪詛。奥さん、このくらいの玉を見かけませんでしたか。文字が一つ刻んであるんですが。いいえ。
司法解剖に回せば死因はわかる。藁人形が見つかったら報告してくれ。私は科学的に捜査する。錦織さん。古くから都に異変の兆しあるときは、談山神社にある鎌足の像がひび割れ、御破裂山が鳴動すると言い伝えられているんだが、今日その兆候があった。今まさに何かが起ころうとしている。王子のワニなら何か知ってるかもしれないわ。ワニ？イルカに仕えた豪族だ。どういうことだい？しーちゃん、聞いてみようよ。海玉。聞きたいことがあるの。あなたを呼び出した神吾の大君とは誰のこと？恐れ多い。お願い、教えて。大君神吾って。神吾天皇。正史にはそのような天皇はいないが。神吾には別の名があるんでしょ。ワニ。そう、林の大いらつ、愛しき人。イルカの別名だ。イルカが天皇だったのか。その人がまたあなたを呼び出したの。わからん。あなたは浄化もできずに使われたと言ったわね。それも愛しい人に。違う、大食官鎌足じゃ。なぜ愛しくもない人に。母切り、母切りの剣によって。母切り。わらわたちを使い、後にわらわと愛しき人さえも封じ込めた中富が術具。でもそれは1300年も昔のことでしょ。確かにわらわは母切りで愛しき人と共に眠った。がわらわは呼び覚まされた。誰に？わからん。気がついた時には朱雀門の楼閣の隙間に出ていたのじゃ。朱雀門。わらわたちは以前中富に仕えた時のように母切りに惹かれて集まっただけのこと。ということは学校の旧校舎に母切りが。奈良時代の霊が集まっていたのはそのせいなのね。母切りはわらわたちの意志をも奪い、なおもわらわたちに殺生を命ずる。わらわはもう人を殺めるのは嫌じゃ。静かに眠りたい、愛しきあの人。しーちゃん、ワニを浄化してあげよう。わらわは浄化できぬ。わらわは血塗られた王子。私たちを信じてみて。わらわは浄化できぬ。その思い込みが一番邪魔をしている。わらわは。光が見えますか？見える。ではその光に意識を飛ばしてみてください。だんだん眩しくなる。なら浄化できます。ありがとう。ワニ、ワニ。体が軽くなる。1300年の後に清められる喜び、わかるか。礼を言う。行っちゃったね。よし、僕は母君のことを調べてみる。その前に朱雀門も要チェック。早い方がいいわ。しーちゃんは剣持さんと朱雀門へ向かって。私が行っても私は霊視できないから。でも舞ちゃん、私たちは二人で一人前なのよ。私は平気。それに池田君のこともちょっと気になるんだ。分かったわ、気をつけて。剣持さん。分かった。スクナの切れ木だもん、やっぱり。ああ、剣持さん、わけは後で説明するから。しかし、
予定通り6月末日には完成します。ええ、そうです。私もちょっと気になったんで通夜の後探してみたんです。そしたら妙なところにいましたよ、保坂議員。夜の夜中に朱雀門再建の視察です。しかも工事も続けられている。なんだか不気味ですね。とにかくもうちょっとマークしてみます。ええ、どこかで尻尾を出すことを期待してますよ。池田君のお兄さん。ええ、私たちにボソッと話してくれたの。彼、とっても辛かったと思うわ。同じように呪術の行を積んでも邪法を治める者もいれば邪法を使う者もいる。募る思いは恨みの渦中、堂々巡りか。翔子さん。ええ、見えます。みんなたたりが恐ろしいんだろ。めったに口も聞かなかったし、楽しい思い出もない。悲しいのは母さんだ。好きでもない池田と一緒になってからも、母さんは兄さんのことをずっと思ってた。宿儺に居続ければ殺しの道具、こっちに来れば妾と陰口を叩かれる。どっちにしても辛いよ、母さん。それなのに。波動が変わった。気をつけろ。池田君、あれ。池田君、スクの切れ気、産声寄せ。今どんな状態？ゆっくりと俺たちを囲み始めてる。だんだん数も増えてきた。何が起こってるんだか見えない。避けろ。一、両、東、社、会、人、列、在、全。奥義、後ろだ。カルラ、チロショ、念術、ハジャ。奥義、大丈夫か。なんとか。そう、増えるばかりだ。池田君、朱雀門に閉じ込められていた霊たちがあんなにいるとは。少しずつ溢れ出てますね。誰かが鎌足と同じ朱雀門を使った呪術を使おうと企てているとしたらどうなる。門の再建がこれほど急がされたり、反対派の度重なる変死事件、すべて誰かが糸を引いていると考えられますね。それもイルカの首を盗んだもの。学校の方へ向かっているようだわ。目指すは母霧ですね。行ってみましょう。お主の発する妖気、以前にも感じたことがある。
神王、兄呼ばわりされるいわれはない。黒幕の登場か。二面相図と名乗っておこう。二面相図、飛騨を里とする少ない一族の下法師か。やはりお主知りすぎておるな。剣持さん、霊たちが。その傷では霊を退散させることも呪詛返しとやらも使えまい。土蜘蛛。我が少ない一族の栄華のためにお前たちには死んでもらう。舞ちゃん助けて。しんちゃん、舞ちゃん、オギやめろ。兄さん、
はや一刻の猶予もならん。すべては六月の晦日、すなわち明日、朱雀門が完成したとき、我々の時代が始まるのじゃ。もう誰にも止められん。イルカの首よ、共に血の花咲かそうぞ。ごめんね、舞ちゃん。別々に行動したばかりに。どうだい、具合は。剣持さんは。私は平気だ。傷ももうすっかり塞がっている。先生も驚いていたよ。まさかご報道陣が守ってくれたなんて言っても信用してくれないでしょうからね。俺は信用するぜ、闇のシングルト。昨夜君たちを襲った男の所持品を調べたところ、剣持君が言っていた切れ木玉とやらが発見された。それとともに池田一派で変死した被害者の周りにもそれと同じものが発見されていたそうだ。調書にはいずれも残されてはいなかった。単なる子供の落書きした玉としか見なかったらしい。よく短時間でここまで。ああ、おかげで夜の街も散歩できなかったよ。それにあとしばらく寝られなくなった。たった今内調より通達があった。今回の奈良市議会議員連続変死事件を悪質な邪法を用いた殺人と断定、闇のシグルと剣持司殿、正式に黒幕の受殺を依頼したい。承知した。ありがとう。でも剣持さん、その傷じゃ。いや、気になる母切りのこともあります。ほちほちこのくらいのことで寝てはいられませんよ。剣持さん、その傷、誤報をかけておけば跡も残らないはずでは。いや、この傷は今朝、今回やったようなしくじりを二度とやらない戒めとして顔につけておきます。もったいない。よし、私は旧校舎の母切りを探す。大見君、手伝ってください。翔吾さんも協力してください。錦織さんは変死に絡んだ朱雀門に関すること、特に黒幕と関係の深そうな人物を重点的に。分かった。舞ちゃん、私を守ってね。大道により一層平等する者。
馬芸道海仏正式馬山頂浄土来馬体体体道妙理一層平等無者別天馬芸道海仏正式馬山頂浄土来馬体体体道妙理一層平等無者別十四間景気砲五番剣持さん兄さん二面相図のところの切れ気使いか今度はヘマをしないように命じられてきたか察するところ闇のシグルトのようだなしかしここは一体何なんだ化け物の巣窟かしかもその手に持っているもので異様に活性化しているようだが二面相図の呪術を阻むものだと言ったらどうするできるのか見物だな忠義に欠けたやつだな神王あんたの目的は池田議員を殺めることだったのか支援で義理の父を殺したのか俺の本当の目的は母を殺めることだしかしそれも終わった貴様いよいよ始まったな一度手を合わせたかったな闇のシグルト死ぬなよ近江母を大切にな兄さん剣持さん天馬芸道海仏正式馬山頂浄土来馬体体体道妙理どいてくれどけ無者別天馬芸道海仏正式馬山頂浄土来馬体体体道妙理今こそ朱雀門の呪法復活させようぞここに神武天皇蘇我のイルカの首を煮えとして雨土に捧ぐ今門は開かれたり闇に封じ込められたる悪鬼魍魎全て全て出でよ天馬芸道海仏正式馬山頂浄土来馬体体体道妙理
急いでくれよ。あと任せたで。剣持さん、やはりありましたよ、アハキリ。いよいよ門が開かれたようですね。急ぎましょう、スザク門へ。まだ足りぬ、足りぬぞ。無事込められし礼をすべて払ってこそ納め直す時の望みは大きい。少な千年の栄華を祈り込めるにはまだ足りぬぞ。どうしたのじゃ。さまよえる霊たちを下法でもてあそぶ影あるところ。何やつ。浄化の光導かん。邪魔だて無用。はっ。陰陽当社会人列善行邪法師怨滅。阿部の生命印、これが噂に聞く闇のシグルトの呪詛返しか。二面相図、中飛びの秘術を再現すると見た。何？イルカの首を手に入れ、貴様の思惑通りスザク門も完成した。そして6月の晦日、時も満ちた。しかし、その術は成り立たぬ。中富の玉足りが用いた術に、母切り、天の母切り、スサノオがヤマタのオロチの首を切ったと伝えられる神剣、トツカの剣の別名といえばわかるでしょう。バカな、それは確か備前磯の神神宮に。伝承ではねえ。でも実際は違った。この母切りがない限り、貴様の目論見は全て水の泡と化すのだ。スクナの汚れと血とともに消してやる。貴様、スクナのゆかりの者か。神王と名乗った男の弟といえば十分だろう。スクナの下法師。お前は昨夜の。法律では罰せぬ自殺。でもスクナの悪行、カルラ神教奥義家が許さない。おん、あのバーメン代替わりしよったか。おのれ、イルカの首を我に力を与え。結界を張るぞ。ならばその母切りいただこう。舞ちゃん、証拠、証拠。おばあちゃん、証拠。その場を切り抜けるにはただ一つ、舞子との変幻じゃ。お前たちが幼い頃やった体の取り替えっこじゃ。証拠の魂が舞子の体に入った時の凄まじい気の力を思い出せ。あの時かけた封印、今こそ解くぞ。でもおばあちゃん、舞ちゃんあの体じゃ。バカ者。もともと舞子の体力は霊的作用によっての衰弱。すべてはお前たちの守護神が守ってくれるわ。カルラ神。かけまくも賢き天空カルラ神の西谷。賢み賢みもさく。奈良の地にてカルラ天を仰ぐ。気を集めることを許したまえ。カルラ神、寄りませ。目覚めよ、目覚めよ舞子。おばあちゃん、舞ちゃん早く来て。
日本を古来より凌駕してきた一族は数多くあるが、どの一族も流星を誇った後は消えていくが定め。だが藤原家は違う。平安の世が終わり、鎌倉室町の世が来ようと、戦国の世になろうと、徳川の世が続こうと、藤原一族は歴史の裏舞台で日本の貴族の座を連綿と守り続けた。その間千年以上、その礎を固めたは鎌足利不比等の親子とイルカの首を煮えに使ったこの呪法。さあそこをどけ、ハワキリをこれに。そんなくだらないことのために何人が死んだ、何人殺した。呪術での殺しは罰せられぬわ。人の命など滅びるが定め。滅びぬ呪法の尊さを知り。黙れ、そのような邪悪な心、私たちが許さない。彼ら超絶大魔法サイファー。それ以上下法術を使うとイルカの怨霊に体を乗っ取られるんじゃないですか。黙れ。この呪法さえ成就すれば、わしの体など悲しいお方だ。しーちゃん、まいちゃん、しょうこさん、まいこさん、奈良中の怨霊をまた楼閣の中へ封じ込めますよ。おみ、稲月のつごもりの大原への祝詞です。うごなわれる巫女たち、大きびたち、前継ぎびたち、桃の司の人たち、彦しめせと乗る、すべらが帝に仕えまつる、ひれかくる友のを、たすきかくる友のを、立ちはく友のを、友のをのやそ友のをはじめて、司に仕えまつる人どもの、過ちを犯してん草々の罪を、今年の水月の凄盛の大払いに払えたまえ、清めたもうことをもろもろ彦しめせと乗る。今年の水月の凄盛日の夕日の日立の大払いに払えたまえ、清めたもうことをもろもろ彦しめせと乗る。よくにの誰ども大川寺に持ちばかりに出て払えやれと乗る。わしは負けぬ。この術を成就させるのはわしの。Just when you feel you're going
今度は仙台か。Mom.